僕らはさ何も使わない。ウェルビーイング、それは体も心もそして周りの人々も幸せに満たされる生き方。沖縄クリップ沖縄セルラーがお届けします。沖縄市にある創業70年のショッピングモール、プラザハウス。オープン前にひときわ活気のある場所があります。2階の保育園では子どもたちが集まっています。一番助かるのはやっぱり保育園が近いことが一番とっても助かりますね。一緒に出勤して、で退勤終わりで一緒に帰る、すごいメリットだと思います。プラザハウスで働く植地さん、普段は企画戦略部で働いています。もしお熱とか出ても連絡がすぐ来て、すぐお迎えに行けるっていうのがすごい助かります。私子供3人いるんですけど、一番下3人目を預けている状態。2歳の女の子で、めちゃくちゃおてんばな女の子です。それでちゃんと職場にも復帰させていただいて、はい、なのでとっても助かってます。仕事しながら子どもの心配がないのは助かりますね。お母さんが安心して働く。園児たちが出てきました。プラザハウスの敷地をお散歩。たまに朝プラザハウスをお散歩していて、それで店舗に向かうときにすれ違って会ったりとかしてます。かわいいです。意外とすごい癒しになってます。店員さんとかでも、あ、今日見たよとか声かけて、スタッフの方も声かけてくれるので、仕事ができるっていう、なんか気持ち的にもリフレッシュできますし、お家に引きこもってるよりも働く方が向いてると思うので、とってもリフレッシュになってます。とっても働きやすいです。こんにちは。子どもたちの笑い声を聞きながら、産休明けのお母さんが安心して働くことができる、ウェルビーイングな職場です。沖縄クリップウェブサイトで過去の放送と詳細記事をご覧いただけます。沖縄セルラーの提供でお届けしました。